北九州市小倉の港にやってまいりました。ってことはおそらく行きましょうか、はい、じゃん、ほーら、関門海峡丸々の三色丼、海産物ってことですかね。というわけで、おはようございます。おはようございます。何を取られてるんですか。自分はタコを取ってるんですよ。おお、どうですか、乗せてもらうっていうことは。大丈夫です、今から行きましょうか。ありがとうございますというわけで今回の丼は関門海峡のタコの三色丼。実はこの関門海峡周辺で取れるタコは関門海峡タコと呼ばれるブランド食材。中内さんは関門海峡タコ一筋のベテラン漁師なんです。どんなタコなんでしょうね。この辺りで取れるそのタコっていうのは特別なタコですか。ここら辺結構餌が豊富なんで、クルマエビとかオコゼとか魚も食べて、ちっちゃいんですけど足が太い、いいタコが取れるんです。へー、豊富な餌と速い潮の流れに鍛えられ、足が太く肉厚なタコが取れるそうです。まず一つ目のタコツボ上がってきました。おー、来たよ来たよ来たよ。まず第一のタコツボが上がってきました。さすがブランドになるだけのことはあります。なかなか取れないんですよこれが。5つ目のタコツボでようやく、いや入ってるよ。います勝手に出てきてる、すごい、うわー、持てますかね。うわ、9番すげえ、うわすげえ、食いつき方がすごい、うわ元気いいですよこれ。この関門海峡タコの息が良すぎて、意外にこいつの強さはすごいんだな。うわすごいですね。すごいですね。ありがとうございます。息がいいでしょ。動きが早いですもんね。この日は天候不順で漁はこの魚場のみで切り上げましたが、それでも6杯取れました。その中で最も大きいものをいただけることに。このタコはどうやって食べるのがおすすめの食べ方ですか。生ぶつ、漬け、炙りで食べてみてください。いろいろあるけど、もしかしてこれが3つだったぞ。なるほどな。そんな三色丼に仕立ててくれるのは、なんと関門海峡タコを専門にしている料理店。そんな都合のいい話あるのと思ったら、なんで中内さんいるんですか。あ、やってる、僕の店。うそワンストップで。そうなんです、関門海峡タコを知り尽くした漁師が経営する関門海峡タコ料理専門店。丼にしてもらうのにこれ以上のお店はありません。それでは調理していただきましょう。1食目、タコブツを隠し包丁で歯触りよく。2食目、炙りは生の味わいを残すよう表面だけ軽く炙ります。最後3食目、漬けは特製の甘辛い漬けダレに前日から漬けておいたものを使います。この3食を盛り付けて。お待たせしました。ありがとうございます。オープン。うおすごい、タコが一面覆ってるんですけれども、やっぱりこの炙り、生、漬け、色が違いますね。そしてここにカボスを絞って、あー、これはこれキュッてなるでしょ、タコが。はい、さらに醤油ダレを回しかけたら、いただきます。はい、わ、いいな、おいしい。ものすごい歯ごたえというか、はい、もうブリブリしてますね。タコブツの良さですよね。うん、
続いて炙り。炙りいいな。炙り食べたい。まずその香ばしさが入ってきます、はい、で甘みがきます。プリッとしたところとまだ少しこう弾力のある生。そうです。最後は漬けをいただきます。うわこれも三者三様ですね。全然3つとも違う。それぞれのいいところがありますね。そうですね。三色のうちどれが一番うまかったですか。これ三色のうちどれって言われてもな。うわ